トルコシリア大地震は20日で発生から2週間となりました。トルコでは被災した多くの県で捜索活動が終了し、今後、被災者の支援が本格化します。トルコでは被災した11の県のうち9つの県で捜索活動が終了し、瓦礫の撤去が進んでいます。トルコの災害緊急事態対策庁のセゼル長官は、 現在、100万人以上がテントなどに避難していて、仮設住宅に使うコンテナ10万基を2ヶ月以内に設置していく考えを示しました。国連などによりますと、これまでの死者はトルコとシリア合わせて4万6千人以上に上り、このうちトルコだけで4万1千人を超えています。ただ、行方不明者を把握しきれておらず、犠牲者はさらに増える恐れがあります。 救援金募集のお知らせです。日本赤十字社では、今回の地震被害の救援・復興活動を支援するため、ご覧の講座で救援金を受け付けています。通信欄に、2023年トルコシリア地震救援金等を書きください。ご協力お願いいたします。